はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。今マイクをオンにして マイクオンにしてないのに喋ってました。どうもナッチでございます。今回はこのモノリスですね、使っていきたいと思います。消えましたけど、懐かしい BGM だ。こちらはモンスターマスター、モンスターマスターしか見えなかったね。音声だけで失礼いたします。実体はないんですね。人工知能、あなたなら実体持っていません。私はテレジアン。名前あるんだ。名前はあるらしい。確認させていただきます。はい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 、情報確認ありがとうございます。75万。何人いるんだよ登録者。大変だなあなたも。で、70万人もおったら絶対さ、すれ違うでしょね。え、一人しかここにいないっていうわけは絶対ないよね。ということで、これ登れないんですね。まあ、C って書いてありますけど、あれですかね、バトルロード的な感じですかね。C ランクのライセンス試験を開始します。はい、意思はあります。3試合ずつ。あ、やっぱそんな感じか。パーティーにいるモンスターのみで戦う。あ、スタンバイ使えません。命令禁止。まあ、一緒ですね。Wi-Fi バトル的な感じでしょう。レッツラゴー。おお、背景かっこいいな。今作結構近未来っぽいですよね。レッツゴー。普通だな。普通すぎるな、敵が。こっちの方が特殊だぞ。さあみんな頑張ってくれ。特に命令しなくてもいいけど MP を取っときたいんで、特技使うなりしておきましょう。レッツラゴー。よいしょ。ちょっと体力多い感じですかね。そうでもない。よいしょ。あー、ダメージでかいな。結構スモールボディで回避してほしいですね。さようなら。力道丸が殴ればまあ倒せますね。はい、力道丸が一番上ってことしか覚えてないんでね僕。ミスラスライススランプですね。スランプに関してはね、マイナスな名前ですからね。はい、なんか見たことないやつが2人、スマイルリザードとどんぐりベビーだっけ、それがいますけど、当たってますね。あいつビッグハットって言うんだ。こいつらも野生で出るんかな、この辺で。ギャンブルカウンター。痛い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 。見た目にね、見た目と違ってあなた好戦的なのね。結構体力多いし、火の息とかやばくない？やめてやめて、強い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 。ちょっとじゃあ下のホイミ使えるやつらはホイミしましょう。確かこの下の2人が使えたはずなんで、命大事に。あ、いった、いけるいけるいける。まあ最後の試合でね、全部使えばいいんで。むしろメラとかデインも使いたいんでね。痛い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 。お前ビッグフットみたいな名前しやがって。一応命を大事にしときます。ホイミオッケー。まあ30回復するならね、十分でしょう。さらばだ。よしよし、連続オッケー。ラストが気になりますね。まあまだピンチではないんですけど、ダメージはまあ受けてますんで、火の息とかがまた来るとやばいですね。油断はしませんよ。うんこうんこと暴れる君がいるんだけど。うわ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 、ホイップゴーストか、あれ。なんか見たことないんだよね、あいつって。何なんだろう、天のキャラクターなのかな。うん、一体だけでいいでしょう。ホイミはメラを使っていきたいんで。よし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 、硬い。なんでみんなばらけるんだ、対象が。集中でやってくれよ。一体ずつね、一体ずつ
1体でも数を減らした方が楽なんだよ。暴れる君強いって。8もある。まあでも今んとこ呪文やら特技は見てないので大丈夫そうかな。 OK。 よいしょ。カウンターまずいまずいまずい。あ、そんな強くない。なんでばらけるの。ほいみ、自分を優先。ほいみ、賢さが低い賢さが低いですよ。カブトバリー、ふざけんな。ほいみ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 、働け。スランプだっけ一番下は。ミスって何。ミスって呪文のミスって何。スモールボディとか三河シアップはあれなんですかね、その呪文とかも関係あるんですかね。いかん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 、守備力下がったんじゃないそいつ。ちょっとホイミくんが体力やばいです。硬いしこいつ。確かにね、なんか皮膚が分厚そうなんで火は効きにくそうですけど、でもね、暴れ牛鳥ですから焼いたらどっちなんでしょうね、牛肉なのか鶏肉なのか。僕は鶏肉の方が好きですけど、鶏肉なのになんか高級感出そうですね。お前らの体力どうなっとんねん。しかもカウンターを2回に1回はしてくる。ホイミ突き取るやん MP。 名前ホイミになっちゃったし。攻撃てかあれですね、上の2人もメラぐらいはつけないと MP がもったいないですね。むしろデインは通りました。最初からデインをしてください。スカラ、スカラ来た。スカラ解放、これはでかい。少しは特徴が出てきました。お疲れ様でした。試験は以上で終了となります。おめでとうございます。あなたは C ランクに合格されました。 C 級ライセンスを発行します。なんじゃらなんじゃら、手に入れた物体ではないんですね。陸上ライド、倍速戦闘、ありがたい。レベリング楽ですね、これでと。これでといや今のあなたもクソもみんな使えると思うんだけど、慣れでしょそんな。チュートリアル、コロシアムがめんどくせー。僕こういうの嫌い僕こういうの嫌いなんすよ。鍵、鍵モンスター乗らなくてはいけません。 X ボタン、ライドモンスター。あ、なるほど。僕なんとか体験とかねすごい嫌いなんですよね。体験版は好きですけど、一人だけねしましまパンツいますけど、まあ、とりあえずスライムでいいでしょう。力道丸セット。おー、かわいい。スライム乗ってみたいな。乗れるもんなのかなそもそもこれって。おーおお、あー、ジャンプ力上がるんですね。簡単ですね。てかこのライド系ってさ、ねえ、空飛んだりするんでしょうきっといつかは。なんで空飛ぶスライムとかいるんかねエンゼルスライムとかかな、ドラゴスライムとか、あの辺をゲットしないとちょっとまずそうですね今後は。はい、ありがとうございました。なんだっけ、シベリアさんじゃなくてなんかそんな感じの名前の人、ありがとうございました。お、戻ったかなっちよ。もう M 字開脚やめてキング。かろうじてさ股が見えてないからいいけどさ、その格好ねちょっとやめてほしいよね。暴れ牛鳥をスカウトしてこいと今言いましたね。スライム縛りなんすよこっち。困ったなぁわがままだなぁ。行ってくるわ。ちょっとパパパッと行きます。パパパッと。この奥に行けるようになったってことですね。スライム乗っていきましょう、せっかくなら。早いな、快適やな。スライムゼリーが落ちてました。死んでしまったんでしょうか。ポニョ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 言ってますけど、へいへい。
ここにもスライムいるんですね。ってか仲間切りみたいなやついますけど、こっちでいいんですかね。なんかハート出たよ。こんにちは、こんにちは、力道丸と言います。よろしくお願いします。向かい合ったとこ取れんのかこれ主人公動くせいで取れんわ。ハート見たいんだけどね。めっちゃついてくるもんこいつ、かわいい。仲間だと思うんですかね、明らかに上に誰か乗ってんのに。よいしょ、よいしょ。わーい、おったおった。子供連れです、まさかの。非常に申し訳ありませんが、 M 字開脚野郎が捕まえてこいと言ったので捕まえます。R ボタンで切り替えます。まあでも僕基本的にボス戦とかはね、動画ではあんまり2倍速を使う気はないので。まあでも2倍速になれるとこれが遅く見えるんですよね。さあ貯めてやってみましょう。真ん中行きます。ほらめっちゃ行くやん貯めなくてもよかったぐらいですねこれ。 OK、耐性ガード持っとる。こういうモンスターの方があれですよね、あのスキルポイントがね103もらえるんですよね。4つあるから、4つじゃねえ3つだわ、幻覚見えてましたノチョーラキングのとこに戻ろう。ルーラでいいよね、ルーラします。暴れ牛取りに乗って離さないといけないんで乗っていきましょう。おお、あーなんか乗り心地良さそう。揺れが全然ない、スライムと違って酔わなさそうですね。実に見事な暴れ牛取りである。評論家ですかね。時は来たれり交流があった。ブレイクモンスターが現れてからその交流はなくなってしまった。崖を崩し人間都市に行くためのこいつらとね交流しとったんか。人間もこの地はなんかね最初気持ち悪いと思ってましたけど、こいつらもね喋るとちょっと可愛いんですよね。暴れ牛取りが崖を飛び越える。こいつが鳥って言うけどさ、羽はもう本当におまけ程度。人間の都市へと導いてほしい。すごいね、暴れ牛取り、まさかのキーモンスター。イエーイ、怖い怖い怖い、やめてくれやめてくれ唐揚げにするぞ。解散が早いしね。イエーイとか言って盛り上がっとったくせにもう一瞬で元の場所に戻ってる。あっちかネクストって書いてありますね。ほら暴れ牛鳥怖いだろう。おお飛ぶやんこいつ飛んだやん、またしたな。どうやって来たんだって、それ企業秘密なやっぱり。ではこれからそいつに読むのを考えた説明しようぞ。はいはいはい、それ崖ね。ちっちゃ、奈落とかじゃないんかい。いけるあれで。そのあなたの椅子を使わないあなたの椅子でいけると思うんだ僕。飛びますね。あれ、あーそういう系か、あそこに乗らないといけないんですね。ちょっとこのアクション要素も入ってきたというね、下手くそかて。おお下手くそやな。いけ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 、オッケー、よし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 、オッケー。いやでも足りんくない？そっちか、キング登れんやん絶対これ。もうなんかいろいろめちゃくちゃ。キングどうやって行くの？どうなったんそれで消えたし、おるし、見せろその移動シーンを。ジョーカー3の闇でしょこれ絶対キングの移動手段について。こいつらが担いだとしてもですよ、あの丸太では絶対登れないじゃないですか。なんでこんな近未来なものがここに。分かってるぜ。なんかねブレイクモンスターたちはこれ壊さないんですかね。あいつらも必要なんですかね、それか。
光る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 、かっこいい。レーザーできそう、出そうですね。もう誰が最初に喋った、なんかのちょっちだっけ、あいつか忘れた。椅子必要ないんじゃんお前結局。うーわうーわ歩けるんかな、もしかしたらあいつ。はい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 。なんで初心者置いてくんかな。おかしいでしょ。行くぞ暴れる君。おらんし。おらんし。なぜか再起動だし。いや、あいつらが行ったとしてもね、僕はね、あの飛行機とかもちょっと怖いんですよね。何、失敗とかさ、墜落する確率なんてほんと低いんですけど、それでも怖いですよね。もしものことをね考えちゃうんですよね。おー、割と降ってくるんだ。それで、あ、ノチョリンだ、ノチョリン、ノチョッチとか言っちゃった。崩落都市、もうダメじゃん、名前的にね、人間いないでしょ。なんかおりますけど、はしごありますけど。イースによれば電気が止まってるからシャッター動かない。なんであいつは開かないシャッターの前にいるんですかね。はしごがあるようです。乗って前、乗ってないですよ。すごい、ちゃんと手の位置にはしごあるんですね。でもな、最後何もないとこでなんか手をやりましたけど、ここここほら。ちょっと何もないのにはしごを越えて触るんですよ。おお、 BGM すごい、 BGM すごいぞこれ。なんだこの BGM、 あれじゃない、あのポケダンっぽい。すごい、わかんないですかね、ポケダンのなんだろう、レックーザとかディアルガのダンジョンっぽい。天空の塔ではないんだけどね。その子が全然聞いてなかった。お、 BGM ばっか聞いとったわ。あのビルに向かうんですね。はいはい、一緒にいるだけでっていうか、あれでしょ、またなんかあるんでしょ。またただなんかあるんでしょうね、きっと。暴れる人やりますな。ほらこの辺のなんかさ、何、音すごいポケダンっぽい。あれ宿屋。あれ宿屋なのかな。ピヨ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 。ちょ、暴れる牛鳥が可愛く思えちゃうんだけど、どうした、また借りたい。なるほどね、電気が動いてないのか。魔物がいて俺たちは使い付けない。はい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 。送電施設が動いてないのに人がいるわけなくない。なるほど、じゃあ次回はあれですね、その電源復旧ですね。じゃあ次回は送電施設だっけ、発電だっけ、その辺行ってみたいと思います。以上、夏でございました。バイバイ。